株式会社富士エクスプレスは、東京都港区に本社を置き、主に貸切バス事業を運営する富士急行の子会社である。また、中央高速バスや岩手絆号などの高速バス、港区コミュニティバス、地位バス、渋谷区コミュニティバス、八甲バスの受託運行、渋谷駅発着の渋谷シャトル、大和田シャトルや横浜市営バスの路線を引き継いだ。 横浜タウンバスなどの路線バスも運行する。1997年9月8日、富士急行東京営業所を分社化して設立。分社化とともに高速車は、富士急行本体の甲府営業所と川口湖営業所に集約しており、設立後5年近くは、貸切バス専門の営業所となっていた。中央高速バスに、東京の事業者として参入できたのは、 この営業所の存在があったからである。東京営業所、富士五湖線に使用される、バンホールアストロメガ、東京営業所相模湖、イルミリオン線に充当される、T1411 号車横浜営業所、日吉川口湖線充当される、H1619 号車神宮の森ルート富士エクスプレス住宅、2008年3月、撮影コミュニティバスパシモスイカ及び総盛りを可能な、 交通系、IC カードが利用できる。渋谷シャトル、大和田シャトル、横浜タウンバス台はコーポレーション前への直通バス住友不動産の管理する物件への特定輸送車横総レーンボータワー、行き特定バスアクアシティを台場を発車する T1700 号車東京湾を泳ぐ T1700 号車東京農家場は2020年11月27日に運行を開始した。 水陸両用バスである。アクアシティを台場を出発すると、陸路を約25分間走行した後、ヒルトン東京を台場前に設置された専用のスロープを渡り、東京湾を約20分間公開する。車両は同じ富士急グループである富士急バスが2011年4月30日から運行している山中湖の岡場同様。 ドームデザイン研究所の三戸岡英二がデザインを担当、日野、レンジャーをベースに、日通商事が製造した。また、東京湾で運行を行うにあたり、屋形船の境界に協力を仰ぎ、淡水の山中港を航海する従来の水陸両用バスとは異なり、海水による錆防止として、シャーシに樹脂コーティングを施し、海上で運行不能になった。 最の救助用にフックを装備するサマーアドバイスを受けた。また、スロープには車体に付着した海水を洗い流すための洗浄装置が取り付けられており、車体及び、路面の塩害を防止する対策が取られた。富士急行全体としては、日の自動車製の車両が中心であったが、もともと高速車では三菱不走車も以前から導入しており、高速、貸し切り専門の営業所であった。 同営業所は2社の車両が主であった。しかしその後は UD トラックス車も導入されるようになった。かつては富士急グループ貸切車全体の看板車リゾートウィンドとして富士急では唯一のボルボアステローペが東京営業所に在籍していた。初代の車両は3台、2台目は1台導入された。2台目は川口湖営業所に転属しオープントップバス。 カババスに改造されている。2020年にスカニアインターシティドが2台導入された。同年11月6日より富士五湖線で運用されている。ナンバープレートの分類番号が3桁化されて以降、高速車、路線車、コミュニティバス、貸切車共通で希望ナンバーを導入した。路線バス車両では AT 車が導入されている。東京営業所には、G、バス用に 日野、リエセ、日野、ポンチョ、日野、レインボー2、八甲バス、大和田シャトル用の日野、ポンチョが導入された。日野、レインボー2は、T バス向けのノンステップ車の他に契約輸送用のワンステップ車も導入されており、貸切車に準じたリゾートカラーが施されている。一部の車両は、住友不動産のオフィスビル循環バスとして、ラッピング装飾が施されている。 横浜営業所には2013年12月現在、横浜タウンバス専用車が5台所属しており、全車が日野自動車製の中型車となっている。このうち4台は、レインボー HR、残る1台は2013年に新たに導入された、レインボー2となっており、134系統用には、レインボー HR の9メートル車とレインボー2が、新山下、大和コーポレーション専用には、 レインボー HR の10.5メートル車がそれぞれ導入されている。塗装は横浜の名称をイメージしたものとなっている。かつては富士急静岡バスから転属した日産ディーゼル、スペースランナー RM が1台、イスズエルガミオが1台所属していたが、2台ともすでに東京営業所や富士急シティバスなどに再転属している。ありがとうございます。